2019明治安田生命 J2 リーグ第13節27試合ホーム無敗記録が続く FC 琉球と今シーズン無敗の水戸ホーリーホックとの一戦です。会場はタピック建装ヒアゴンスタジアム。試合前にセレモニーが行われます。前節の岐阜戦で J2 通算350試合の出場を達成しました上里選手に花束が贈られます。花束のプレゼンターは上里とともに沖縄出身の J リーガーとして札幌でプレーした上原晋也が務めます。それでは予想フォーメーションです。琉球は 4-2-3-1、 ゴールキーパーはダニー・カルバハル、フォーバック右から増谷、岡崎、福井、徳本、ダブルボランチは小松と上里、そしてトップ下に風間、右に田中、左富所、ワントップは鈴木浩二です。水戸の予想フォーメーションです。こちらはぶれることのない 4-4-2 と予想します。ゴールキーパーは松井、そして岸田、伊藤、細川、七の4バック、白井と前のダブルボランチ、右に茂木、左に木村、黒川と清水の2トップ。さあボールは増谷から富所、ボックスの中下げて徳本のクロス、鈴木浩二のヘディング、鈴木浩二今シーズン9点目、鈴木浩二のゴールで琉球が先制です。サイドを変えてからですよね。この前にサイドチェンジのボールがあって、徳本選手がフリーになって、それがいいボールが上がったんですけど、この中のマークの外し方ですよね。鈴木選手のこの後ろに逃げる外し方でディフェンダーの間に入っていく。自分たちのやり方をしっかりとやっていくんじゃないですかね。黒川うまくボールをコントロールしてボックスの中、後ろからシュートに行きました。ここは岸田ですか。岸田ですかね。あ、白井です。白井選手ですね。うまく清水が抜け出しました。ゴールキーパーダニー・カルバールと清水と。接触がありましたが、ダニー・カルバハルが少し痛そうにしてます。大事にいただければいいんですけどね。守護神ですかね、カルバハル。ただここでうまいヒールで抜け出したんですけど、カルバハル選手もう動かなかったですよね。はい、琉球が水戸を押し込んでいます。ここも中、風間、鈴木浩二落として右足、まだここはどうにかかき出しました水戸。琉球の攻撃も素晴らしいですけどね、松井選手のセーブも素晴らしいですね。はい、琉球は後半は45分通して得点をできています。田中圭太、失礼、富所の右足でした。はい、強烈なミドルシュートを狙っていったのは富所。代わって入った上条のところですが、前セカンドボールと徳本うまく反応して左足、ポストに当たってその後ろに富所。いやー、徳本セカンドボールへの反応見事でしたね。シュートシーンでした。でシュートまでのこのスピードですよね。やはり琉球はラインを押し上げていく。浅野、早いですね。浅野、早い浅野左足。ナイスキーパー。ゴールキーパーダニー・カルバハル。浅野ドリブルのスピード驚異的ですね。多いですね。これはね、本当にこの時間でこれだけ走れたら、このかわすところもそうですね。はい、サイド変えてカウンターのスイッチを入れます水戸、岸田、ここは高さのあるジョーもいる、清水に合わせて清水の右、跳ね返って琉球かき出しました。ゴールキーパーカルバハルのファインセーブ、はい、清水選手もすごくね強烈なシュートを打ちましたけどね、はい83分を過ぎています。今日のゲームリードしているのはホームの琉球ですが、ここで右足のシュート、後ろから来た、旗が上がっている、オフサイドですか、旗が上がっています。ゴールキーパーダニー・カルバハルが大きく蹴ったところで試合終了の笛、1対0、9試合ぶりの勝利を手にして喜ぶ樋口監督、そして FC 琉球の選手、すごいですよ、肉弾戦でしっかり勝ち切りましたからね。